皆さんこんにちは、日本人兵庫県民の淡井圭介です。本日は2023年8月の17日、まず今日の出来事なんですけども、夜中3時ぐらいに1回起こされて、多分誰かが起こしに来ていますね。廊下歩くか何かして、多分そうだと思います。まあもう夏場ですからね、エアコンなんか使うお金ありませんから、扇風機も、もったいないので、訴訟にお金かかるんでね、扇風機もエアコンも使ってません。窓開けっぱなしにしています。でもう一度寝た後、その2度目の時は別に睡眠薬とか飲んでないんですよ。で朝の6時から自宅の前でサッカーし始めた大バカ者の、まあ、多分学生だと思うんですけどね、言い始めて、だからもう誰か警察官が立っておかなきゃ無理ですよ。誰かがどうせ何か伝えてやらせてるんでしょ。やらせるっていうのは殺そうとしてるか罪を犯してるかのどちらか。もうこんなこと、いろんなことを人間で集団で行ってたら殺人未遂で裁判妨害で、それを民事で金に変えて損害賠償請求に私はしようとしてるんです。でこれをしなかったら警察に言っても警察官はまともに相手してないから無理なんです。だからその警察官を自衛官が取り締まらなきゃなんない。でその状況を、これ第三者の国が必ず入ってください。いいですか。先ほど12時、たくさん言って申し訳ないですけども、メモしなきゃならない量増えると思いますけども、もう一番この方法は重要だと思ってこういうふうにしています。YouTube へのアップロードね。そうしなかったら本人が喋ってるのかどうかわからなくなるでしょう。誰がどこの誰がサイバー攻撃してくるかわからないし、私のホームページの内容も文章ちょっと変わったりしましたから。で、今日の12時30分から35分の間、外でね、歩きながら携帯電話をかけながら笑うような言い方で、そんなに怒らせてるんならこちらの方でやりますわみたいなことを、言ってる男は歩いていた。その人間が多分キャリーバッグか何かを転がしながら、まあ転がしながらっていうのは車輪がついてるからなんですけども、そのガラ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 言わせながらね、だと思うんですけども、いやだからそのなぜそうなのかって言ったら現場しっかり見てないからなんですよ。でいちいちそれ撮影してたらキリなくなるんです。もう証拠はもう令和4年括弧の括弧閉じる第13号の方でちゃんと防犯カメラが世の中認められているように悪党行為をしてくる人間に関しては撮影していいんです。良いのです。それ警察官が、警部補以下の警察官平気で間違えてくるんですよ。本当に逆、悪いことしないんだったら撮影されても問題ないでしょって、別に家の中とかじゃないんだからって、家の外なんだから、仕事場なんだからって、これが本当の答えですよ。でその証拠の VTR を裁判所に提出してるんですよ。で本人がその証拠の内容を複写していいって言ってるんだから、まあダウンロード、コピーしていいって言ってるんだから、コピーさせ、お金を払ってコピーしに来たいっていう人はコピーさせあげたらいいんですよ。でこれは第三者の国が必ず入ってください。でその携帯電話でね、私の方でやりますわ、我々の方でやります、そんなに怒らせてるんだったらっていうことを言ってたんですけども、誰に対してっていうことなんですよ。私に対して言ってるのか、私が被害者なのに僕をやる方向で物事を進めようとしてる人間と受け止めれるでしょう。まず携帯でもう昔からもう警察官の方としっかりこれ確認できています。まともな警察官はね、ちゃんと二人組で来てます。私の自宅の内で言ってます。携帯電話をかけながら、君に物を言いに来るのも、これも禁止になってると。いいですか?これ、裁判所で働く人間だろうが誰だろうが、行っちゃダメですよ。知りませんじゃ済みませんから。で、その次に、
誰かに言われてその人間が動いたのかどうか、ここは重要。変な気遣いとかでそういうことできると思ってしまうでしょう。けど多分それは気遣いじゃない。普通自分の家の横を歩きながら携帯電話でそんな片言言葉で自分の名前すら名乗らない人間なんかどこの誰が信用できます？名前なんか聞いたところでどういうふうな働き方をしてきたか、どこで働いていたのかで、どのような経歴があるのか、これ知らなかったらその人間信用できるかどうかわからないんですよ。はっきり言いますよ。裁判所で勤務していいようがなんだろうが、行政が間違いっぱなしなんですから。だからその人間を他国の人間が電波通してね、私の家の横を通り過ぎる人間、私のこの住宅内にね近づいてくる人間を徹底的に電波で追い返してください。そこ通るなと迂回しなさいと。以前そうだったんですよ。だからここの住宅の敷地内で、サッカーをし始めた子供ね、多分学生、もしかしたら二十歳超えてるかもしれない。平気でそういう世の中のこと分かってない大バカ者っていうものは存在しますから、これ言っていいんです。大バカ者に対しては大バカって言わなかったら本人自覚が生まれないからです。誰かが注意するしかないんです。これは違法行為ではありません。侮辱ではありません。先に向こうが危害を加えてきてるんです。わかります？もう昔からこの方法でスポーツの結果から何か何までめちゃくちゃにしようとしてくる連中は山ほどそんなたくさん存在するんですよ。山のように地位も積もれば山となると、その方の意味です。これ行政の方で早急に対応してくださいっていうのをいつものルートで送った SD カードで言ってたんですけども、なぜ対応しないんです？淡井圭介に電話をかけてから要件言って、それで了承するかどうかの話でしょ。家の横を誰かが通り過ぎる話なんか論が記録に残らなくなるんだから、そんな片言の言葉遣いなんかどうとでも言い逃れができると思ってるんでしょ。そういう奴らがもう今までいっぱいいたの。いっぱい調べたらいっぱい悪いことした人たちばっかりだったの。だから携帯電話で喋りながら歩いてきちゃダメですよっていうことになってるんです。有馬警察の人全員覚えなさい。本当に警部補以上は明らかに私より下なんです。ランクが弁護士なしで裁判勝ったのなんか私が30歳の頃、今46ね。為替相場は私の一言で10円ほど動いたでしょ。どれぐらい動くかなんかはそのまま誰にもわからないですよ。私にだって他の人だって国だって行政の人だって絶対わからないです。あとは大企業とかその為替に関して外貨準備高と呼ばれるある程度のその安い金額のうちに保有しておいた方がこの国はまあまだデフォルトはないだろうとか、まあそういうふうな考え方でね、まあ外貨準備高を用意しておくよ。要するに FX というものですね。 FX っていうのは為替交換のことなんですよ。それでまあ稼ぐじゃないですけども、そのまあ今まで通貨危機とかあった時期はあったんですよね。でそれが今考えられるかって言ったら、まあコロナウイルスの件があったように一時期は国連という形である程度まとまった以上それはないんじゃないかっていう話になったんですけど、ここまで世の中めちゃくちゃだったっていうことがこれだけ分かったらもう分かったでしょ。何が起きるかなんか分からないんですよ、はっきり言って。コロナウイルスの件についてもまだね、無料でワクチン打ってるでしょ。あれ打たれて死んでる人まで出てるんですよ。それテレビで放送してますよ。打ってる医療機関が悪いんです。もともと効かないんですから。岸田総理も東京都知事の小池さんもコロナウイルスのワクチンを打ってその後コロナウイルスになってるんですよ。医療機関がもう多分金に狂ってる連中が多すぎるんです。本当に今だって必要ない薬を販売してるところの医療機関まだまだ日本で山のように存在しますから。医薬品会社も同じで、医薬品会社っていうのはね、大体フィナンシャルグループの傘下、銀行と証券会社とかの傘下、もう元々そこがね、1920年この頃にアメリカの議会で銀行と証券会社に嘘があると、巨大な詐欺事件があるということで議会が判決出してるんですよ。認めてるっていうのはいわゆる判決ということなんです、はっきり言って。
三権分立の話分かりますよね。内閣と国会議員と裁判所、こういうふうに三つどもえの形を形成してなかったら、二つだけの機関だったらここは癒着してしまうと、それを正せる人間っていうものはいなくなるんです。組織丸ごと間違えた方向に突き進んでいって、そのまま滅びます。早急に。戦争のことではありません。エネルギーの残存量問題ね、未だに覚えてない人いるんでしょ。なんかこんなとこ歩いてるんですよ。僕に電話一本すりゃいいんですよ。どこそこの誰それですけども、どこそこの会社の何々ですけども、会社に所属してない人間であったとしても、どこそこで以前勤務して何々ですけども、こうしようと思ってるんですけども、淡井さんはどう思われますかって、まず僕の件なのか僕に聞かないと。いいですか。国会議員とかになったぐらいで身勝手なことできると思ったら大間違い。逆、捕まる。この間インターネット記事で、まあ以前も流れてた内容だと思うんですけども、河野太郎さんが、まあ、3ヶ月ほどの給与の返納ということで、まあインターネット記事が流れてましたけども、それは民事事件を、民事訴訟法をしっかりと読んだら分かると思うんですけども、最後の方刑事事件に早変わりするんですよ。で、刑事事件も同じなんですよ。保釈金で出てきたりするでしょ。で、お金持ってたら何でもありなのかっていう話になっちゃうんですよ。どうしてもね。まあ、刑務所からすぐ出れてしまうでしょ。まあ、法律でおかしなところはたくさんあるんですよ。内閣とか退社とか、いろんな、ものが使える。要するに刑務所からすぐ釈放できる内容とかね。まあ、そういう甘いルールがあるから、気合い入れて、余計な法律とか削除しないんじゃないんですかっていうのが私の本音ですね。だから他国の人たちとかが、だから中国、アメリカ、ヨーロッパ、まあアフリカ、オーストラリアの国の人たちも参加してもいいかもしれませんけども、彼の言ってることの方はどうやら本当であると。でテレビのその災害のニュースに関してもテレビ局は以前と同じ VTR を使用したりしている例があると。日本で未だにというこの状況、あとインターネット記事でも多分これ昔放送した内容だろうなっていうのは見受けられます。例えばベトナム人のその外国籍の者が日本人の警察官、取り締まろうとした警察官、職務質問しようとした警察官の頭にドライバーを刺そうとして、で逃走、もう頭に当たってるんですけど、まあ刺さってはなかった、まあ、だからまあ頭蓋骨に穴が開かなかったっていうことです。だからまあ皮膚はもちろんあの大怪我してますよ。だからあの ただしそんなにドライバー持ってる人いますっていう話なんですよ。変でしょ。しかもベトナム人の人でしょ。以前も見たことあるんですよ、そのニュース。だからね、ちょっと世界中でまとも側の人間とそうじゃない人間と一回ちょっと仕分けしましょう。区別、自分の名前と住所と電話番号を名乗らない人間はもう隠蔽側だと、もう割り切って物事進みましょう。そうじゃなかったら、どこの誰かわからない人間ほど裏でどのようなこと、睡眠下でどのようなこと、もうまあ、裏なんかもうここの住宅の裏なんかもう派遣も成功するんですから、そこに変な連中すぐたむろしに来る。で自分たちの方が数多いものだから間違ってないと身勝手な認識をする。その辺のところから警察官も正さなきゃならないし、裁判所も正さなければならない。裁判所で勤務してる人間ね、裁判官含めて法律面求めてきて棄却してますから、私の件を。それが国連の意思なのか何なのかっていうことですよ。それじゃ正義がどこにもなくなりますから。医療機関という巨大なその金稼ぎの機関ね、厚生労働大臣の傘下ですよ。あとは法務大臣が取り締まらないと。
淡いケースからの喋ってる内容を聞いてる以上逃げようがないんですよ。なぜ精神病院から淡いケースをすぐに出さなかったのか。総理とか出すって言ってたんですよ、岸田さんね。だからいつまたっても法改正の余計な法律の削除の話が出てこない。私が具体的に法律名出してる内容のもの。で、もう少し言うと、こう喫緊だと、8月9日、まあ私の誕生日なんですが、18時30分から20時の間に、外出して帰ってきたら家の中にゴキブリ入れられてました。家の戸とかもちろん閉めてますんで、いないんですよ、家の中にもともとゴキブリなんてね。で、私が外出中にまだ誰かが、私の家の鍵を所有してない人間がまだどこかに存在すると。で、この人間の、こいつらの数は大多数多分存在すると思いますね。鍵の数がね。で、それね、その日パソコンでエロ業界のことをちょっと調べてたんですよ。で、それ見て一回思い出したんですけど、もう一回。もう長い間エロ業界と全く関わってなかったので、DMM.com という会社の名前思い出したんですよ。そこ、エロ業界のエロ売ってるところなんですよ。金に換えてるところなんですよ。あれ全部違法行為。暴力団が運営してるの。エロ業界っていうものは。ね。暴力団の、ね。暴力団に資金提供なんかしちゃダメ、みんな。暴力団にお金払ってることになるんだから。で、DMM.com っていう、テレビの CM 見たことあるでしょ。テレビ局でエロシーンとかのドラマが今まであったんですよ。で、ヌード写真集とか出してる、下着の写真集とか出してる、もう暴力団準構成員ですよ、そんな奴らは。まあ、正直何してるかわからん。どんなところで。金に物言わせて、どんな奴らとつるんでるのかわからない。組んでるのかっていうところね。つるもっていう言い方がなぜ出てくるかって言ったら、まともな披露宴ですよ。まともな披露宴で、私はもともとホテルマンとかで働いてましたから、結婚式場とかで。だからホテルっていうところは基本的に結婚式とかを行ったり、宿泊したりする施設であって、つると亀をね、置いてる縁起物で、最初のその、皆さんのお料理の、まあこれはフルーツフラワーパークのそのまあコース料理なんですけども、女性は鶴なんです。男性は亀なんです。男性は基本的に社会で出て働くから硬い人間でならなければならない。女性は鶴、飛んでいくっていうのは女性がもともと嫁入りなんです。この定義なくなってしまうと話し合いがいつまでたっても決着つかなくなるんです。わかります？遠距離恋愛のパターン。例えば僕みたいなケース。淡井圭介と結婚話をして東京にね、テレビ局で出て活躍しました。親の介護のことまで話が入り込むと、そんな距離、東京都に僕は引っ越しすることができないんです。最初から向こうの方から僕と結婚する気あるんだったら神戸にしなさいよの話だったんです。普通に考えたらね。だから、それは若い年齢層の二十歳前後の人間にそれ言っても分からないんです。で、安倍政権の時に、2016年の頃に、借金がね、2016年は、減らせてるんですよ。ずっと毎年増えていってた借金が減らせてたんですよ。あれ何をしたかって言ったら、そういうふうなエロ業界と組んでた連中らの会社の口座とか全部差し押さえだったんですよ。国が。そのはずですよ。報道ステーションでも古舘伊知郎さんがその辺の話、ある程度はっきりと言ったんですよ。何番組中に。それやめ、
ったんじゃないですよ。だからいろんなところで みんながいろんなことを気がつきますから、総務省の管轄で NHK があって、 NHK の傘下で各民間のテレビ局があるでしょ。でお金の流れがあるでしょ、みんなからの税金の流れね。でお金を得てたということになるんですよ。民間の会社も CM があるでしょとか言ってる世の中のこと全然分かってない人たち、 CM を広告を出してるお金を払ってる自動車産業が国からのお金をもらってるんですから、ちゃんと電気自動車とか水素自動車、国からの補助金がついてるってテレビで CM してるでしょ。でもうこの辺のことについてはエネルギーの残存量問題とか、私がどういうふうに解決するべきかっていうことを YouTube とかでも述べてますから、最新のものは YouTube です。でその内容をしっかりと自分で確認して、覚えてください。エネルギーの残存量問題と、電気自動車が2025年、それと同時に、それまでに、65歳以上の、自動車の運転免許証強制返納と、強制売却、これを世界中で同時に行う。そうすれば、事故の数が減る。で、世界中でガソリン車があふれかえる。で、2025年に電気自動車化ができます。今の工場の大きさのままで。ガソリン、中古車のガソリン車は安いでしょ。だからそちらの方、経済原理どうしても買う方に回るでしょ。だからその2025年に行ってガソリン車の販売停止して、で2035年ぐらいになって、まあやっとどうかなっていうことところが目処つくんですよ。だから急にバッテリーとか、必要になったりしない、しない、太陽光パネルの取り付けは取り付けた後家の電線とつないでおくだけで、あとは各自はいつも通り従来使用しておくだけでいいんです。だ政府等に、まあ、電力会社に屋根の上を提供しなさいっていう法律を作ればいいんです。世界中で。そうすれば家の横にバッテリー置かなくて済むんだぜ。だから家の中も同じです。どうしてもいるんだったら、私のホームページの、まあ、蓄電池と書いて、漢字で、池って書いて蓄電池と読むでしょ。もともと水の中に電気貯めれますっていうことを記載してるんですけど、まあそれは事実です。車のバッテリーとかはね。高品、ここ、まあ数十年前ぐらいからの家のお風呂っていうのはプラスチック製なんですよ。で、建物を買いたいとかしたら、その風呂の浴槽が出てくるでしょ。だからそれ、そこのところだけ栓して、あと水入れて、あと上を絶縁体で蓋してしまえばそこに電気貯めれるんです。どうしても災害用に欲しいんだったら、だいたいお風呂小さなものでもすり切れ一杯まで入れたら200リットルぐらい入りますから、だからそれなりに電気貯めておけます。だから自分でその災害用に電気蓄えておきたいんだったら、それを安値で購入してくださいっていうことなんですよ。もうそんなもう解体工事で出てくるものだから、それはそんなに高い値段しない。もう 2,3 万の話だと思いますよ。取り付け作業込みでね。どちらの方が賢いかっていうことは、エネルギーの残存量問題とか金属の残存量問題、ロシアなんかもうだいぶ前から1万5000メートルそこまで掘ってくれてますよ。もう穴地下だらけ、もう地面の下、地面の下も穴だらけ、巨大な空洞が出来上がってます。だから一斉崩落で世界中あっちこっちで地震発生してるんですよ。そういうことも僕のホームページに書いてますから、YouTube にその説明の欄ありますから、どの番号を見ればいいのかっていうところ。各自がしっかりと対応してください。よろしくお願いいたします。なんかまあ、ちょっと、家の中にね、そのゴキブリ入れに来る連中とかがそうなんです。家の中にゴキブリ入れに来た連中とかはそうなんですけども、それね、エロ業界のサイトとかにアクセスしたりとか、そういうふうなところで反応してるんですけども、それはいいんです。見てる分に関しては。お金を払ってなければね。じゃなかったら、そいつらを訴えることできないでしょ。で、そいつらがまだ生き残ってるのか、まだお金稼いでるのかっていうところが分からなくなるでしょ。で、そいつらの元辿っていったらどうせ海外とかになるから。で、そんな大きな件、僕にはできませんっていう人いっぱいいるでしょ。いいんですよ。淡井圭介側の人たちが動いてくれたらいいですから。世界中の政府の首脳が淡井圭介のこと知ってますから。
もう間に入ってくる中途半端な役職の人間、特に私より年配で、敬語使えない公務員の人間、警察官含めてですよ、検察官も含めて、そんなにね、いりませんから、本当に。自分の立場全く分かってない、みんなの税金で高い高い給料もらっておいて、ずーっと淡い圭介を何回も精神病院に閉じ込めて隠蔽しようとしてた。そんなもの僕のホームページに状況書いてますからね。世界中の捜査機関、本当に早く動いてくださいよ。それしなかったら本当にエネルギーの方が先に底ついて終わりますよ。地下掘ることぐらい、限界あることぐらい、もう分かったでしょ。オランダの方なんか今ガスの採掘やめてますからね。地震が発生してしまうからですってはっきり言ってますよ。オランダに国際司法裁判所があるんです。オランダのハーグに。農業が一番発展してる国でしょ。もっと昔の頃から状況分かってたんです。当たり前でしょ。自分で採掘現場とか見に行ったら分かるでしょ。穴だらけになってるんだから。大穴が出来上がってるんだから。自分で見に行かなくても、テレビ見てたら分かるでしょ、それぐらい。で、国際司法裁判所の判決から背いたら国連から脱退させられます。以上です。これが国連条項です。しっかり覚えておいてください。ご対応のほど、皆さんよろしくお願いいたします。請願法によりです。法律にはあの請願法を言わなかったからとかで、あの、ね、話の内容で内部のね、公務員同士でこいつおかしいなっていうことわかるでしょ。この人請願法のこと言ってきてなかったから、陳情とか言ってないからとか、それでね、物事を進めようとしなかった公務員の人間、ちゃんと淡い圭介ルートで皇居とか宮内庁の方に情報回しなさい。実名上げてどこの部署なのか抑えますから。そのために皇宮警察があるんです。警視総監が動かなかったら警視総監が捕まります。以上です。